はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ニキータです。これは以前にもお伝えしましたダーチャの裏手にある畑なんですが、8月に入ってから急に機械で土を掘り返し出しました。穀物を増産するため急に耕し出したのかと思いましたが、気温が下がってますのでもう遅すぎますよね。まあよくわからないんですが、来年のために土を掘り返しただけなのかもしれません。ということで今回も時事ネタをお届けいたします。いつものようにラジオ感覚でどうぞ最後までお付き合いください。南アフリカのヨハネスブルグで開催されていました第15回ブリックスサミットは24日に無事に終了いたしました。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの主要5カ国は首脳会議後のヨハネスブルグ宣言、通称ヨハネスブルグ2を全会一致で採択しました。この宣言には今回新たに加盟が承認された6カ国の名前が明記されております。結果的に新たに加盟したのはアルゼンチン、エジプト、イラン、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エチオピアの6カ国で、来年の2024年1月1日からブリックスの正式加盟国となるとのことです。議長を務めた開催国南アフリカのラマポーザ大統領がアナウンスしたところでは、新メンバーの加入は体制拡大の第一段階であり、ブリックス諸国の各国の首脳はそれぞれの外務大臣に対し今後加盟の可能性のあるパートナー国のリストを作成し、次回のサミットで提案するよう指示したそうです。新しい加盟国を考慮すると、世界の GDP におけるブリックスのシェアは 31.5% から37% に増加。そしてまたブリックス加盟国の人口も世界人口の約 40% から 46% へと拡大することになります。では今回加盟したアルゼンチン、エジプト、イラン、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、エチオピアの6カ国はどういう国なのでしょうか。前回お伝えしました脱ドル化を鮮明に打ち出す中国ロシア派、西側を刺激したくないインドブラジル派、そして様子を見る南アフリカ派というグループ分けの観点から見ていきたく思います。中南米からはアルゼンチンが選ばれました。この国の人口は約4538万人で、農畜産物がメインの国です。米国と中国との狭間でバランスの取れた外交を行い、欧米諸国やブラジルなど近隣諸国との関係を重視しているそうです。サンティアゴ・カフィエロ外務大臣はブリックス加盟についてリアノーボス記者に対し次のように語っております。ブリックスにはアルゼンチンの貿易にとって非常に重要な国々が含まれるため、加盟は絶好のチャンスとなります。ブリックス加盟国3カ国はアルゼンチンの貿易相手国であり、これら諸国との輸出拡大のチャンスは我々にとって興味深い挑戦であるように思います。ブラジル、中国がアルゼンチンの重要な貿易相手国のようですが、脱ドル化よりはむしろ純粋に経済発展に関心が強いように思います。次はアフリカですが、アフリカからはエジプトとエチオピアが選ばれました。まずはエジプトですが、エジプトの人口は1億233万人、主要産業は製造業、小売、卸売、観光業ですが、石油ガス産出国でもあり、日本にも天然ガス、石油や石油関連製品を輸出しています。比較的穏健な欧米諸国や他のイスラム諸国とバランスを取れた外交を行っていますが、今年に入ってからはウクライナへの砲弾、対戦車ミサイル、防空システムなどの供給を迫る米国の圧力を無視して、ウクライナに武器を供給するプランはないとオフィシャルではない形ですが公表しております。一方で7月末のロシア・アフリカ会議では、プーチン大統領がロシアとエジプトの関係は戦略的な性質を持っていると語っている通り、エジプトは数十万トンのロシア産小麦の購入契約を調印しております。またエジプトはロシアの夏のリゾート地ソチよりもリーゾナブルという理由でトルコと並んで人気があります。エジプトは今年1400万人の観光客を見込んでいるそうですが、ロシア人観光客はそのうちの 10% 強の約150万人と予測されています。あまり目立ちませんが、意外とロシアとは仲の良い国です。エジプトのムスタファ・マドブーリ首相はブリックスの拡大に向けた一歩を歓迎し、これにより連合がより効果的になり国際舞台での影響力が高まると確信していると述べ、特にブリックスの中で食糧危機と戦うため国際社会と協力してエジプト国内に穀物取引貯蔵センターを設立する用意があると語っております。またマドブーリ首相は金融機関がより公平な発展途上国の利益に効果的に応えられるよう改革する必要があるとも語っております。次はもう一つのアフリカの国エチオピアですが、人口が1億1787万人、アフリカ連合の本部が置かれるなどアフリカ外交の中心地の一つと言われているそうです。主要産業は穀物、コーヒー、サトウキビ、ジャガイモなどの農産物です。主要な貿易相手国にサウジアラビア、中国、インドなども入っております。エチオピアのアビ・アハメド首相はブリックス加盟について大変喜んだ模様で、ご自身のツイッターにブリックスファミリーへのエチオピアの参加が支持されました、エチオピア人の皆さんおめでとうございますと発信し、エチオピアにとって素晴らしい瞬間となるで
でしょう。エチオピアは包括的で繁栄した世界秩序に向け、すべての人々と協力する用意があります。と語っております。今後の経済発展に大いな期待を持っているようですね。そして次が中東ですが、UAE、イラン、サウジアラビアが加盟することとなっております。まずはアラブ首長国連邦 UAE ですが、人口は約989万人、主要産業は石油天然ガス、石油関連商品などです。主要貿易相手国はインド、中国、日本となっております。UAE のムハンマド・ナヒアン大統領は加盟承認決定に対して SNS で感謝の意を表しております。我々はブリックス指導部のビジョンを尊重し、この重要なグループの一員として UAE が加わったことを高く評価します。我々は世界中のすべての国々と人々の繁栄、尊厳、利益のための継続的な協力を期待しております。と語っています。次は今も米国と揉めているイランですが、人口は8920万人で、主要産業は石油関連事業です。石油天然ガスやその派生製品を輸出し、飼料用トウモロコシ、小麦、お米、大豆などの食品は UAE、中国、トルコ、インドなどからの輸入に頼っております。ここで注釈ですが、これらの情報は日本外務省の基礎データからお伝えしておりますが、イランの今年4月時点でのインフレ率は IME 推計でなんと 42.5% と出ていて驚きました。普通の国とは桁が一つ違うようですね。ご存知の通り、イランは核開発をめぐりイスラエルと揉めております。一時はイスラエルとの戦争開始まで秒読みかとも言われたくらいですが、まあなんとか収まったものの、今度は再び米国と緊張関係にあるようです。イランのブリックス加盟が承認されたことは経済よりも政治的な要素が濃かったと思います。今の世界では孤立化すると米英に狙われる危険性が高まります。ですので経済共同体でも構わないので、とにかく大きな共同体にイランが所属することで戦争好きな一部の米英の勢力に対する抑止力となるかもしれませんからね。まあ核が完成すればその必要もなくなるかもしれませんが、イラン大統領府のモハマド・ジャムシディ政務担当副長官は、イラン・イスラム共和国はブリックスの一員となりました。世界の新興国グループへのイランの加盟は歴史的な出来事であり、外交政策における戦略的成功ですと SNS で発信しております。そして最後は中東の雄と称されるサウジアラビアです。人口は3534万人、ご存知の通り主要産業は石油 LPG 石油価格となっております。日本も大変お世話になっているというか、日本外務省のホームページによれば2021年度の対日輸出額は約3兆193億円、主に石油と石油製品で、日本の輸入原油の約4割はサウジアラビアから調達しているとのことで、日本も国益の観点から外交的には決しておろそかにしてはいけない存在の国です。トランプ政権時代は米国とサウジアラビアの関係は非常に良好でしたが、バイデン政権になってサウジアラビアとの関係は非常に悪化しております。今年の3月には中国の仲介により険悪な関係だったイランとの間で国交正常化を行うことを発表しましたが、さらに今月17日にはイランのアブドラヒアン外相がサウジアラビアを初訪問し、サウード外相と会談を行っております。中東はこのように変化の流れが非常に早いのですが、日本は未だに米国に盲目的に追随しているようですので、将来が非常に不安になってきます。話を元に戻しますと、サウジアラビアのブリックス加盟は非常に大きい意味があります。経済面でもサウジアラビアの GDP は1兆ドルを超えてますし、やはり何といっても政治的な意味でイランともども反米国の流れを加速させる存在になり得ます。しかし当然ながらサウジアラビアも自分たちがブリックスに入ることへの意味を知っているためか、サウジアラビア外務省は24日の時点でブリックスへの招待を検討し決定を下すと発表しております。他の5カ国とは違った反応ですよね。サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハーン・サウード外務大臣は、ブリックスは経済協力強化の最も大切なチャンネルの一つですと語っており、ブリックス側からの同盟に関する詳細な情報を待っていると語っております。以上、新規加盟6カ国を見てきましたが、アルゼンチンとエチオピアはブラジル・インド派より、そしてイラン・サウジアラビアはロシア・中国派より、そしてエジプト・ UAE は南アフリカよりと分類できるのではないでしょうか。ただエジプトはロシアとの関係が強いことから、場合によってはロシア・中国派になり得ますし、サウジアラビアは他の5カ国とは違う反応を示していますので、現段階では全て仮定の話になります。ただもしサウジアラビアが加われば、このブリックスという共同体は今後はますます覇権国家米国への挑戦を行う可能性が高まってくると言えるのではないでしょうか。ということで、今後もブリックスの動きに注目していきましょう。
次は選挙です。いつものようにフロリダのサーニャさんの25日金曜日付のテレグラムチャンネルからお届けいたします。まずはヘルソン方面です。カルダシンカ村の近辺でウクライナ軍の破壊偵察グループが活動しているのをロシア軍が発見し撃退したとのことです。またダーチャ村とコサックのキャンプ場ですが、ここ数日間全く動きがない模様です。次はザポリージャ方面です。ロシア国防省によればラボーチノでウクライナ軍が5度にわたる攻撃を加えてきたそうですが、空爆砲撃などの援護によりこれを撃退したとのことです。一方ウクライナの情報源と独立系情報源が伝えたところでは、ウクライナの第47独立機械化旅団がラボーチノの市内の建物にウクライナの国旗を立てたとのことです。この建物は市内の南部に位置すること、そしてこの市内南部のウクライナ軍がロシア軍を捕虜にとっている映像から判断するとウクライナ軍が現在ラボーチノを管理下に置いていると分析できるとサーニャさんはおっしゃっております。またウクライナ軍はラボーチノ東部のベルボーボエ方面と南のノボプラコポーフカ方面へと攻撃を進めており、ロシア軍の防衛線はこの赤のラインに位置しているとのことです。次は南ドネツク方面です。スタラマイオルスキーとウラジャエノエでの攻撃の後、ウクライナ軍は現在軍の再編成を行っているとのことで、ロシア軍はそこへ空爆や砲撃を加えているとのことです。バフムト方面ですが、南部のクレシエフカでは戦闘が継続していますが、前線に変化はないとのことです。そして最後はハリコフ州のクピャンスク方面ですが、ウクライナ軍が新興フカ、ペトラパーブロフカ、クチェローフカへ援軍を投入しており、侵攻するロシア軍と激しく戦っている模様で、今のところ前線に変化はないとのことでした。まあザポリージャや南ドネツク方面などの南部ではウクライナ軍が最後の総力を投げかけている模様ですが、北部方面ではロシア軍が勢いを増しているといった状況でしょうか。以上、25日金曜日時点での前線の状況をお伝えいたしました。ワグナーのエフゲーニー・プリゴージン氏が乗った飛行機が墜落したとのニュースが23日水曜日にこちらでも飛び交いました。彼が乗ってたとされる飛行機の機種はエンブラエル・レガシー600というビジネスジェット機で、機体には RA-02795 と書いてありまして、ロシア連邦航空運輸局が事故から4時間後に発表したところによれば、乗客、操縦士、副操縦士、乗務員などを含め10名が搭乗していたとのことでした。この飛行機はモスクワのシェレメチボ空港を17時54分に出発し、その約26分後、サンクトペテルブルクへと向かう途中のトゥベリ州の上空で墜落しました。たまたま飛行機が墜落する場面を動画で撮影した一般の方が、撃墜されたドローンが落ちているものと勘違いし、防空システムに爆撃されたとか、空中で2度爆発したとかコメントしており、この動画が拡散されるにつれ、プリゴージン氏の乗った飛行機が防空システムにより2度撃墜されたとの情報が瞬く間に広がりました。私も当初はその通りに受け止めていまして、防空システムがウクライナのドローンと勘違いして撃墜したのだろうと思っていましたが、映像をよく見ると飛行機の片方の翼がないものの、機体自体が炎上したり煙が出たりはしていませんでしたので、爆撃されたにしてはおかしいなとは感じていました。そしてこの記事を書いている25日金曜日時点では、墜落した機体の回収が行われ、その機体から判別するに爆撃説は脱落し、爆破説が今度は浮上してきております。プリゴージン氏らが乗っていたとされるこの機体番号 RA-02795、 まあややこしいので今後は2795機と呼ぶことにしますが、フライトレーダーによれば2795機は出発して約15分頃には高度8500メートルに到達し、それから9分ほど穏やかに角度と速度を上げ続け、時速1000キロ、高度8800メートルにまで達したそうです。そして18時19分に墜落したクジェンキの村付近で何らかの理由で急上昇を始め、その後制御不能となり落下していったそうです。まあ YouTube ではそういうシーンは流せないので残念ですが、機体は空中で何度も横転し、地上まで数百メートルのところまで来ると垂直に落下していきました。ツァルグラッド .ru によれば、墜落に関しては重要なポイントが2つあるそうです。1つ目は異常事態が発生した後、パイロットには管制塔に知らせる十分な時間があったにもかかわらず、管制塔への連絡は全くなかった点。そして第2のポイントは、私も先ほど言いましたが、映像では機体に炎や黒煙が見られないことです。そして墜落前に目撃者、撮影者は少なくとも2回の爆発音を聞いている点も謎です。ツァルグラード .ru は匿名だと思うんですが、ロシアの元諜報員アントン氏の意見を取り上げております。アントン氏曰く、爆発物を持ち込み設置した犯人像については、空港の従業員の可能性、そしてプリゴージン氏の身内の可能性を挙げております。空港従業員については、職場に入る前に徹底的な検査を受けてはいますが、抜け道はいくらでも考えられること。またプリゴージン氏の身内については、飛行前の
テクニカル準備や技術者による検査の際、おそらくワグナー隊員が全てを詳細にチェックするため、仮に部外者である破壊工作員などがどこかに爆発物を仕掛けるとしても、そういった時間はあまり取れないことを理由に挙げております。一方、ソ連の民間航空元副大臣で名誉操縦士のオレック・スミルノフ氏は、爆発装置を車輪の格納部分の隙間に設置したのではないかと見ております。スミルノフ氏はこう語っております。格納部分は真っ暗です。しかも離陸前に航空機を検査するとき、乗組員は着陸装置の隙間をそれほど詳細にチェックはしません。ここは爆発物を隠すのに最適な場所です。なるほどですね。左の翼が根元から綺麗に撮れている映像がありますが、確かに車輪格納部分は翼の根元に近いですからね。またスミルノフ氏はこうも付け加えております。ちなみに爆発が原因だったということは、航空機の一部である垂直水平尾翼ユニットが機体本体の落下場所から3キロ離れたところで発見されたという客観的情報によっても示されます。しかし元諜報員のアントン氏によれば、車輪格納部分で爆発すれば燃料タンクが炎上し機体は燃え上がり爆破しただろうということです。尾翼が実際に切り離されたという事実を考慮すると、おそらく爆弾は内部、例えば貨物や荷物のコンパートメントにあった可能性が高いと思いますとも語っております。両者とも爆弾の設置場所は違えど、ミサイルによる爆撃ではなく爆弾による爆破という説には違いがない模様ですね。まあ事故原因はこれから時間の経過とともに解明されていくことと思います。しかしこの事件が爆破事件だとしても、一体誰が仕掛けたのでしょうか。西側メディアはまたまたプーチン大統領が処刑したのだという論調で大はしゃぎのようです。確かにプーチン大統領はプリゴージンの乱が起きた6月24日に国民向け演説で次のように語っていました。国内の混乱は国家としての私たちにとって致命的な脅威です。意図的に裏切りの道を歩み始めた者、武装反乱を準備した者、脅迫とテロの道を歩み始めた者は皆避けられない懲罰を受けるであろうし、法と国民の前で答えることになるだろう。軍事反乱を組織し準備した者、武装した同志に対して武器を挙げた者はロシアを裏切った。確かに裏切り者は許さないというプーチン大統領のこの発言には力が入っていたように私も思います。しかし当時この発言を行った時は、プリゴージンの命令によりワグナーの部隊はモスクワへと向かっていた途中でしたし、またプーチン大統領がプリゴージン氏の携帯に連絡をさせたものの、プリゴージン氏はその電話に一切出なかったことにプーチンさんは怒っていたのかもしれません。事故の翌日の24日、プーチン大統領はドネツクのデニス・プシリン長官との会談の際にプリゴージン氏について次のようにコメントしております。私は1990年代初頭以来、プリゴージン氏のことはとても長い間知っていました。彼は複雑な運命を背負った男でした。そして彼の犯した過ちは大きなものでしたが、彼自身にとって必要な、またここ数ヶ月間のように私が彼に共通の目的について依頼した際にも必要な結果を達成していました。才能のある男で、才能のあるビジネスマンでした。彼はロシアだけではなく海外、特にアフリカでも活動していました。彼はそこで石油、ガス、貴金属、宝石でのビジネスに携わっていました。私が知り得た限り、昨日23日にアフリカから戻ってきたばかりでしたが、ロシアで何人かの政府関係者とも会ったばかりでした。まあ同じペテルブルクの出身ですから、プーチンさんがペテルブルク市長をしていた頃から接点があったのでしょうか。以前米国 NBC のインタビューでは、プリゴージン氏のことは知らないとプーチンさんは答えていましたが、あの発言は米国に対するブラフだったということでしょうか。またプーチン大統領は、捜査委員会はすでにこの事件の捜査を開始しており、本件は最後の最後まで完全に捜査されるとも語っております。まあ果たして西側メディアが言うようにプーチンさんが制裁を下したのでしょうか。しかしそれにしては分かりやすすぎではないでしょうか。先ほどご紹介したような発言をしていたプーチンさんが実際に制裁を下せば、ほらやはり手を下したとは子供でも分かりますからね。ましてや何かあるとプーチンさんの足を引っ張ろうと考えている西側スポンサーの言いなりとなっている主要メディアの格好の餌食になることは明白です。そういった稚拙なことはさすがにしないのではないかと私は思います。しかも問題は8月23日という分かりやすい日に実行した点にあります。プリゴージンの乱があったのはちょうど2ヶ月前の6月23日から24日です。2ヶ月我慢したから制裁を下すのか、あまりにも分かりやすいですよね。また翌日の24日はウクライナの独立
記念日でした。まあ何からの独立かはわかりませんが、とにかく独立を喜ぶキエフ政権にとっては格好のネタであり、反転攻勢がうまくいかないキエフ政権を助ける行動となってしまいます。また23日といえばブリックスサミット2日目です。これから脱ドル化、脱米国依存で対抗勢力を作るためにブリックスの結束を強め、新たな加盟国を承認するというワールドワイドな実務がある中で、2ヶ月前の裏切りへの報復としてわざわざ飛行機爆破事故をこのタイミングで仕込むのでしょうか。またベラルーシのルカシェンコ大統領は仲介した際にプリゴージン氏の身の安全を保証すると言っております。プーチンさんから約束を取り付けています。もしプーチンさんが仕掛けたとすれば、下手をするとルカシェンコさんの信頼も失うことになるかもしれません。まあこういったですね、客観的事実から察するに、どうもプーチン大統領の仕込み説は弱いように思います。こういう場合に常に考えるべきは、誰がこれで得をするのかということなんですが、誰が得をするかといえばプーチン大統領を貶めたい勢力でしょう。そういった視点から考えられるのは、今もなお反ロシアの姿勢を貫く米国、英国、欧州などの西側諸国の一部、そして今もロシアと戦うキエフ政権ではないかと思われます。これらの勢力がワグナーに送り込んだスパイが実行したという可能性もあります。以前のプリゴージンの乱の時に感じてたんですが、どうも民間軍事会社ワグナーには米英のスパイが潜り込んでおり、プリゴージン氏に入る情報を操作し、ロシア国防省との対立を煽らせていたようにも感じていました。民間軍事会社で一般に広く募集もしていましたから、ウクライナ側からのロシア語を母国とするスパイも容易に入り込めたと想像できます。そういった人間がプリゴージン氏の身近にいて、一番効果が得られる日を選んで実行した、そう考えることもできるのではないでしょうか。またその他の可能性としては、ワグナーは現在アフリカのマリにも入っておりまして、22日にはあのアルカイダのマリの支部であるヌスラット・アリ・イスラムがワグナーに対し宣戦布告しております。この事故が起きる数日前、プリゴージン氏がアフリカからの動画を公開しております。その中でワグナーは今やテロリストたちにとっての悪魔だと発言しておりました。そしてまた一部報道によれば、プリゴージン氏が今回ペテルブルクに一旦戻り、それから今度は200名のワグナー兵士を引き連れてニジェルへ向かう予定だったそうです。先ほどのプーチンさんの発言にもありますが、プリゴージン氏自身アフリカでワグナーを警備につける傍ら、石油ガス、貴金属、宝石といった普通のビジネスマンは手を出さない特殊な部門でビジネスを行っているとのことですから、ビジネスの商売敵に命を狙われていてもおかしくはありません。またロシアと西アフリカの関係が今後特に良くなっていくことを考えると、米国やフランスもこれを良しとしないでしょう。このようにプリゴージンという人物には味方も多いが敵も多い、そういう意味でいろんな可能性が考えられるわけでして、こういった事件があるたびにプーチンがやったと決めつける西側メディアの情報は参考にはならないと思います。2ヶ月前のプリゴージンの乱の時と同様に、ロシアが政権内部から崩壊するという希望を夢見て、西側メディアはおそらくこのネタを今後もずっと張っていくことでしょう。ロシア国内ではプリゴージン氏の死を悲しむ人々もおります。実際に彼が行った行動は SNS で拡散されてきましたから、 SNS の利用者に多いようですが、ワグナー戦士のお墓のあるシベリアなどの地域などでも追悼式が行われております。しかし彼を支持する人々は愛国者ですから、反乱を起こすとかロシア政府に不満を持ち反乱を試みるといった動きはなく、まさに静かにプリゴージン氏やその他の死者を弔っているようです。一方ですね、本当にプリゴージン氏は事故で亡くなったのかという説も出ております。爆発したビジネスジェットには10人が搭乗していましたが、全員が死亡したと発表されております。23日当日の緊急事態発生から4時間半後、連邦航空運輸局は搭乗者のリストを公表しましたが、プリゴージン氏の他にワグナー関係者が数名おりました。まずはワグナーの司令官で創立メンバーのディミトリー・ウートキン氏、彼についての詳細は以前の動画でご紹介しておりますので、そちらをご覧いただけましたら幸いです。そしてプリゴージン氏の代理人でワグナーのセキュリティ担当のバレーリー・チェカーロフ氏、そしてプリゴージン氏の4名のボディーガード、エヴゲニー・マカリアン、セルゲイ・プラプスチン、アレクサンドル・トットミン、ニコライ・マトゥエフ、また操縦士のアレクセイ・レフシン、副操縦士のルスタム・カリーモフ、そして客室乗務員のクリスティーナ・ラスポーポワさんなどが亡くなっております。
このプリゴージン氏ですが、ある記事によれば、死に対する軽蔑に関する度重なる発言にもかかわらず、彼は自分自身の安全に非常に細心の注意を払っていた、との証言もあるそうです。まあ、死ぬのは怖くないと言いつつ、実は細心の注意を払っていたということですね。また、その水曜日の事故直前に、モスクワでロシア科学アカデミー会員で、疫学者、ゲナージー・オニシェンコ氏は、プリゴージン氏と会っていたそうです。話が終わったのは15時20分頃で、その後プリゴージン氏は空港へと急いだとのことでした。その他の情報によれば、ある関係者はプリゴージン氏は飛行機にパラシュートを装備していたとか、乗る際に乗客リストを破棄したり、さらに間違った空港名を到着地として指定した、といったような情報も出回っております。さらにプリゴージン氏なんですが、用心のために飛行する場合には必ず2機を同時に飛ばしていたそうです。今回も例外ではなかったそうで、今回事故にあったビジネスジェット機はエンブライルレガシー600で、機体番号は RA-02795 でしたが、それと同時にもう1機、エンブライルレガシー650、機体番号は RA-02748 が時間差で飛び立っているそうです。記事によれば、このもう1機の動きはフライトレーダー24の飛行履歴にもはっきりと示されているとのことですが、8月23日の17時17分にモスクワの南のブヌコバ空港を飛び立ち、2795機が墜落した18時19分頃にはペテルブルクのプルコボ空港に到着、そしてなんとその40分後にはプルコボ空港を飛び立ち、その後モスクワ郊外のオスタフィエボ空港に到着したそうです。オスタフィエボ空港はモスクワ郊外の南部にあるんですが、まあ私は26年住んでますが一度も使ったことはありません。どうも国際的なビジネス空港らしいです。そしてこのオスタフィエボ空港に到着した2748機の方は、翌日の24日にはアゼルバイジャンのバクーへ向かいモスクワを出発したとのことです。この2748機は最近は積極的に使用されており、トルコやサウジアラビアに数日間滞在していたことも分かっております。一方の爆破された2795機の方は最近まで修理中で、格納庫に10日間も放置されていたとのことです。この期間中、誰がこの機体にアクセスしたか、修復作業に従事していたのが誰なのか、現在当局が捜査中とのことです。プリゴージン氏の側近に近い情報筋によれば、プリゴージン氏は多くの場合において側近さえも彼がどちらに搭乗するのかわからなかったとのことです。プリゴージン氏は最後の瞬間に指を指して、私たちはこれで飛ぶというだけだったそうです。2795機が墜落したトゥベリ州の遺体安置所で遺体の確認作業が行われていますが、プリゴージン氏の遺体は指の関節が欠けていたことと一致するという理由で本人と確認されたとの情報が発表されております。まあ指の関節が欠けているということですが、調べてみると日本語では近位施設間関節というらしいです。どうやらどちらの手かは不明ですが、小指から人差し指までのどこかの指が第二関節がないということなのでしょうか。まあこれが稀なことなのかよくわかりませんが、これだけでは本人と特定できませんよね。しかしプーチン大統領は、捜査機関は遺伝子学的調査も実施すると言っていましたので、いずれ遺伝子学的に調査すればすっきりすることかと思います。ただそれまでは、実は家族か大事な人を連れにペテルブルクに戻り、アゼルバイジャンのバクー経由でどこかに雲隠れしたんではないかという説も消えないでしょう。その他にプリゴージン氏の名前で別の顔写真の、いわゆる影武者のパスポートも見つかっております。まあプリゴージンさんお亡くなりになったのか、あるいは逃亡されたのかわかりませんが、いずれにしても人を巻き込むパワーはすごいですよね。時間が経てば本当のことが分かってくると思いますので、引き続き情報を追っていきたいと思います。というわけで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネルのご登録と、お友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。